神経模試解説授業数学発展高校2年生科の田崎ですすよろししくお願いします今回の講義では神経模試の問題の復習を通して数学の応用問題を解くにはもちろん標準的な大学であっても応用問題が出題されるんですが最難関大学こういった大学で問われる応用問題を解くのにどういった力が必要なのかそれを どののように磨いていてくべきなのかこれからの皆さんの勉強の指針になればいいなと思って講義の方を進めていこうと思います。さて数学の応用問題を解くのに必要なものその1基礎知識解解の理解習得とあります基礎知識基礎解放って一体何なのかということなんですが例えば2次関数の問題で平方完成をしてグラフを書くとき質問なんですけど どういう時に平方完成して、どういう時にグラフを書こうと思うんですかね。まあ、そんな疑問を投げかけてみます。他にも線形計画法という図形と方程式領域の単元で出てきた解法がありました。数2では相加平均と相乗平均の大小関係というテクニックがありましたね。実数解、条件判別式、第7リコール0。こんなものもあります。そんなものを知っているという皆さんがほとんどだと思います。 この一つ一つの知識はもちろん知ってると思うんですけどね一応確認しておきましょう相加平均相乗平均の代償関係これが成り立つことを証明できますか何通り証明できますかなぜ判別式大なりコール0なら二次方程式は実数解を持つと言えるんですかそこまで理解していることが必要であり使いこなせることが習得という意味です 基礎知識解放を理解しているのかどうか習得できているのかどうかこれをもう一度一つずつ確認してほしいなと思います次に大事なことは解放選択の定石を学習するということですでこれは何かというとこういった基礎知識自体は皆さん持っていると思うんですがこれを一つの一本の思考回路に沿って復習をしてほしいということです今げた4つっていうのは最大値最小値を求める問題こういったキーワードで 1> 1本のライン上に載せることができます最大値とか最小値を求めなさいという問題が出た場合に2次関数であればグラフを書くのが一般的でありグラフが書けないそういった関数の最大最小を求めなさいと言われたのであれば相加平均相乗平均じゃないのかと疑うことが必要になりもし2変数の和の最大最小と言われたのであれば線形計画法じゃないかと疑うことになったりこのようにですね 一一つ一つ点でで知識を持っていると思うんですがそれをつなげげてあるる作業というのが必要にななんですすなわち最大値最小値を求めようこのような問題が出てきた場合に頭の中でまあおそらくグラフを書くんだろうなこれが定石だなだけどそれが無理な場合は相加平均相乗平均を探ってみようかそのような思考の回路を作るということが解放定石を学ぶということになります。 こういいった生徒がいるんですね。この問題は相加平均相乗益の関係使うだよ使うだよって使うだけだよと言った時にああそれ使ったらいいだけかって言うんですよね。あってことは知ってるんやねじゃあ何で使えなかったんだろうねこういうことです。知識は知っていても入試問題を解くのに使えなければ意味がないわけです。使えるようにするために解放選択の思考回路の糸をつなぐってことが大切になるわけです。ですから 学校の教科書、参考書に載っている一つ一つのテクニックを学んだだけでは入試問題が解けるとは限らないそれらを1本の糸でつなぐことが重要になるとこのように思ってくださいそしてこのような糸を上手に作ってあげることによって多くの大学の入試問題に対応ができるようになるんですが最難関内の入試問題を解くためにには、まままだまだ力が必要になります。それが何かというと今回ちょっと変な言葉で伝えますが 横の力と縦の力を磨くという表現をさせてもらいます。何だ横って,って話なんですが横の力っていうのは一つの問題を解くのにどれぐらいあなたは手数を持っていますか最大値最小値問題ってことは高得かもしれないし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 ,し,ないし要するに別解をたくさん持っておくこれが横の力だと思ってください。次縦の力。 これも誤差になるといるんですがいっぱい別解を教わってきたから「あこんなんありますよね」あ「あこんなんありますよね」って言えるんですけどじゃあ解いてごらんって言ったら解けないんですよね。確かにこの方法でも解けるしもちろんこの方法でも解けるしあ、その別解でも解けるしってなってるんですけど全部答えにたどり着かないといとう場合があるんです,すなわちただ知識が多いだけでそれを使って問題を解く。 その縦の突破力といいんですかね、この力が足りないと、もちろん入試はクリアできないわけです。ですので、入試問題を解くためには、横の力と縦の力を両方磨いていくことが重要になると、こういうふうに思ってください。これを今回の問題を通して説明していこうと思います。さて、それではですね、B の2つ形問題なんですが、この問題、解放、何通り思いつきますか何通りの別解が思いつきますか 三角形 ABC の面積を求めなさいと言われた時に何通り思いつくのかまあこれが横の力と言えるでしょう。いかがでしょう面積を求めるんですから何がありますか一番簡単なのは底辺高さ2という小学校の時に習った公式ですよね。他にも分の 1BC3A、BC A これも習った公式なのですぐ出てくるんじゃないかと思います。他にありますか三角形の面積。 ヘロンの公式ありますね。ヘロンの公式でも三角形の面積を求めることができます。まだまだあります。ベクトルでもいいですよね。ベクトルで三角形の面積を求める公式ありましたね。もちろんこれを座標平面上で言うと、成分表示すると1、二分の1絶対 a d b c これでも求めることができました。などなどです。 このように、いくつ解放が思いつくかというところが、横の力ということになりますね。確かにそれでもいけるな、確かにそれでも解けるな、この幅を広げていくのが、横の力を広げていくということになります。では次は、突破力です。1番でじゃあこの問題解けますか ?2 番でこの問題解けますか ?3 番でこの問題解けますか ?4 番でこの問題解けますかこれが突破力、縦の力ということになります。今回の図形は、AB の長さが5、AC の長さが4。 BAC ABC が60度でで三角形の面積を求めよううとということです簡単そうなの2番ですよね。もちろん1 2分の1かける5かける4かける sin60 度。これで三角形の面積出るのは明らかです。さて次。底辺かける高さ割る2これでもいいんじゃないですかね。水線入れれば当たり前ですね。水線を入れると1対2対ルート3という三角形が出来上がりますから。 4 ×二分のルート3、ここ2ルート3と出てきます。底辺×高さ ÷2、1番でももちろん突破することができます。ヘロの公式でもいいですよね。予言定理を使えば BC の長さが出ますから、ちょっと大変そうですけど、ヘロの公式に代入しても計算できそうです。最後はベクトル。ベクトル AB、大きさは5。ベクトル AC の大きさは4。内積は 大かける大きさかける cos60 とで出てきますからあとは代入すればいいでしょうね成分表示できますよ図形の問題というえどこのように座標平面上に図形を載せることができますするとここを原点と考えると b の座標は50です c の座標はどうなりますか 22√3 という座標ですよねベクトル ab は50 ベクトル AC は2、2 √ルート3ならばこの公式を使えば面積を出すことができそうですよね。こういった形です。そのように、えー、横の力だけでは不十分で縦の突破力っていうのをしっかりと身につけてほしいなというふうに思うわけです。さあ、縦の力と横の力イメージは湧きましたかそれでは括弧2番で同じように考えてみます。BSE の各の二等分線 と BC の交点を D とするとき AD の長さを求めなさいでは同じように質問です何通りの解法が思いつきますか解けたら終わりとしていると復習の価値はあまりないですからねどれぐらい解法が思いつかってところが重要じゃないでしょうかいきます AD の長さを求めなさい長さを求める問題なので一番わかりやすいのは正弦定理あるいは余弦定理を利用するというものです 予言定,定理は長さを求めるために三角形に適用でできる定理です今この黄色い長さ、X、これが求めたいんですからこの黄色い、X、を含む三角形で予言定理を使えばいいということになりますさあこの三角形で予言定理使えそうですか今 BD の長さが分かればここが3 0度だから。 あ,あ BD の二乗イコール五の二乗足す X の二乗引く。二倍の五かけ X かけコサイン三十度で、なんとなくなりそうですよね。BD の長さ出せますよね。角の二等分線って言ってるんですがここが四対五になることが明らか。予言定理を使えば BC の長さが出ますから。それを四対五に内分すると BD の長さが出ます。そうすると予言定理を使えば X が出せそうですよね。 あるいはここに関して予言定理でもいいかもしれないですね。bc の長さを求めることによって三角形 abc で予言定理を使うと cosb を求めることができそうです。cosb が求まったのであれば x の2乗イコール5の2乗 +bd の2乗マイナス 2×5×bd×cosb とこれで x の2乗出せますから x の長さが出せそう。 ちょっと面倒くさいんですけども、解けますよね。ちょっと面倒くさいんですけど、合意に計算できるかどうか、まあ、これが縦の力と言っているものです。さて、続きです。長さを求める問題、正弦定理、余弦定理が少し面倒だなと思った場合は。面積を二通りで表す、ということを少し意識してみてください。面積を二通りで表すというのは。 三角形 ABC の面積先ほどル√ 3とねカッコ1番で求めてるはずなんですがこの面積を ABD の面積たす ACD の面積と考える方法です。標準クラスの授業動画の方でこちらに関しては詳しく説明しているので是非見てみてください。他ですね平面基下の性質を利用するというものもあります。今回角の二等分線の長さを求めるんですが 三角角形があり一つの角の二等分線この長さを求めるときってこんな公式成立しますね。今この x の長さが知りたければルート ab×ac-bd×cd という公式があるんですけどもこれ知っていますかね有名公式ではないんですが是非覚えておいてほしい公式の一つです。証明の方法に関しては今回はちょっと割愛しますね。 ヒントとしては三角形 ABC の外接円を書いて考えるといいかもしれないです。あるいは予言定理を駆使するといいかもしれないです。まあ何せよこういったね話っていうのもありますのでぜひ知っておいていただきたいと。すなわち CD の長さと BD の長さ出せますからあとこの公式使えば AD いきなりポンって出ちゃうわけですね。そのような平面規格の性質っていうのは重要なことの一つと呼べると思います。他にも座標平面の設定 さっきも出てきましたね座標平面の設定でもいいかもしれないですねどういうことかというと先ほどと一緒ですこのように x 軸 y 軸を用意してあげると点 c の座標と点 b の座標は先ほどここが50ここが 2√3 と言いましたよねそうするとここが 2√3 ここが50だったら直線 bc の方程式って求められますよね 傾き分かりますし通っている点も分かっているからもちろんこの直線の方程式は求められます次に直線 ad の方程式はすぐ分かりますねもちろん y ト3分の 1x です y ト3分の 1x ですその連立して出てくる交点の座標それこそが d の座標なんですからもちろん ad の長さは三平方定理ですぐに出ていると座標平面の設定により求めることができそうだということになります もちろん、ベクトルでも構わないですね。ベクトル AD は、5分の4倍のベクトル AB たす、5分のじゃないですね、9分のですね、申し訳ないです。4対5だから、9分の4るベクトル AB 5、5るベクトル AC と求めることができるので、あとは絶対値をつけて二乗すると、ベクトル AD の長さが求まるのではないでしょうか。たくさんありますよね。ですので、もちろん、最適解。 何で定義するかは難しいですが一番早く答えが出せるものを最適解だとするならばおそらく ② 番番のの選択がが一番良いいいいんんだとは思思ますししかし横の力いろんな解法が思いつくそれが最難関の入手を解く時にこの問題はたまたま2番だったけども最難関の問題では4番が鍵を握ってたかもしれないですよね。だから復習の時に横の力を鍛えておくということ。 そして一つ一つどんなに計算が大変でも最後までたどり着くという縦の突破力を同時に磨いておくことこの2つをバランスよく使い鍛えておくことが大事なんですね例えば3番のその公式知らなかったなとか座標平面の設定なんて分かったことなかったなって思った人はもしかすると現状自分は横の力がちょっと弱いなでもめちゃくちゃ計算頑張って1番で得そう思ってる人は縦の力が強いということになります 自分の縦の力が強いということを意識しながら横の力を伸ばすように意識を向けてください。1番知ってる2番知ってる3番知ってる4番知ってるのに答えにたどり着かなかったっていう人は横の力は強いのかもしれませんが縦の突破力が弱いというふうに自分の力を認識してその自分の解き方で最後まで解いてみる答えまで出してみるということに意識を向けた勉強をしておかないと。 実際の入試問題でなんとなく言え方分かってて答え見ても「ああそれのやり方か」って言っちゃうのに答えは実際出ないみたいなことになってしまいますから今から意識を深めておくと良いと思いますので演習の時学校の授業を受ける時自分で勉強する時そういう挑戦的な問題と向き合う時には今言ったような姿勢を忘れずにいることによってその積み重ねにより必ず難関大学の入試問題でも解けるようになると思っておいていただけたらと思います。 さて、それでは今回最も難しいという声が上がっていた問題ですね、B の3。まあ懐かしいから難しいのか、シンプルにこの問題が難易度が高いのか、判断が難しいんですが、えー、非常にね、確かに正答率も低かった問題ではなかろうかと思います。では、この問題解説をしていきます。この問題はね、えー まああのー、きれいに解説をしていこうというよりはこう考えてみたらいかがだろうかという思考回路をちょっとねお見せしたいなと思いますでは問題読んでいきましょう今回の問題は正式 px がある px を x 1の2乗で割った時の小は 9x であり余りが5 x 6この日本語を読んだ時に何を思うかです px を x く1の2乗で割ると小が 9x で余りがス5 x ス6なるほどなつまりこうかけるなって思います px を x く1の2乗で割ると小が 9x で余りがス5 x ス6こうですかねこの両辺に x=1 イコールって代入しましょう x=1 イコーで代入するとここ消えますね0になって だから P の位置は11というヒントが出てきます。何が言いたいかというと今この赤い線を引いたところこの1行から導けるヒントっていうのがこのように px を表現できるということと p の位置がス1 1であるというこの2つのヒントを導くことができたわけですでは2行目 px を x+1 プラスの2乗で割った時の余りがス x 2である 小を書いいててくれてないですね自分で置きましょうかさっき qx って書いてたからあこの時の小はね q1x とでも置いときましょう px を x プラス1の2乗で割ると、まあ、小が q1x と置くと余りが −x プラス2であるとこんな表現ができますよというヒントと両辺に x イコール1を代入することにより p の1が3であるというヒントこの2つのヒントを得ることができたわけです では問題見ていきましょう。かっこ1番、p の位置の値を求めなさい、求めてます。そして p x x、px を x-1x プラス1で割った余りを ax プラス b とすると書いてますね。ごめんなさい、p、こちらですね。さあ、ではこのとき、a と b の値を求めるというのが問題になってるんですね。うん。まあ、書いておきましょう。px x-1 x をプラスで 割った小がまだ書いてないからね 92x でも書いておきましょうか。でプラス余りが x+b プラス、B、とこんな感じです。うさてこの問題は A のの値値と B 値2つわか,、ね、からない文字があるんだとすれば2つヒントがあれば答えが出るんです。いいですね。 未知数が2つなのであれば条件式が2つあれば答えが出るだろうとこう考えることができますのでそのアイデアのもと解いてみようと思いますそうするとね p の1が -11 であるというヒント x に1で代入したらこれが -11 になるんですね x に -1 で代入するとこれが3になるんですねあ,あこれで答え出るやと思ったのでこの問題はこの時点で答え出ることが明らかですこれはできたんじゃないですかねさあ条件よりいきましょう えー、px イコール x-1 の2乗 9x プラスマイナス 5x マイナス6が成り立つので両辺に x イコール1これを代入することにより p の1はマイナス1であるということが求まるとこれで最初の問題はクリアです続きまして、えー、px を x プラス1の2乗で割った時の余りを q1x とするとって書かないと仕方がないですね問題文で与えられてないので q1x をちゃんと定義してあげてください このような表現ができると x x。px は x+1 プラスの2乗で割ると、小がこれで余りかこうなるという式が成り立つわけですから、両辺に x イコールマイナス1を代入することによって、これが3だということが分かるわけです。これも問題ないですね。さて、px を今回の問題の本丸です x。1, x マイナス1、x プラス1で割ったときの小を q 2 x とすると、 このような表現ができるということが分かっているわけですからこれの両辺に x=1 を代入すると p の1は a ス b マイナス1を代入すると p のス1は a プラス a b という式が出てきますね。ところで p の1はス1 1であるということ p のス1は3であるということが分かっているわけですからこっちがス1 1でこっちが3ってことが分かっているわけです。 ということで、この2つを1番2番と条件としてヒントを書き1番2番よりこの連立方程式が成立しているわけですから答えを求めると A が −7B がス4というふうに求めることができるわけですいかがでしょう、まあ、これは簡単ですかね問題文を前から読んでいけば素直に答えが出るんじゃないかと思いますそれでは難しくなった2番いきましょう 過去1の条件をこちらにきれいに書いておきました。では、庭は見てください。px を x-1、1, x プラス2の2乗で割ったときの余りを cx2 乗プラス dx プラス e とするとき。なるほど。メモ書いておきましょう。こうですね。px を x-1×x プラス1の2乗で割り算すると、小書,書いてくれてないですね。q3x にします。 あまりが cx2 dx e になるとこういう問題です。今回、未知数が3つなんですよね。C と D と E と3つの未知数があるんです。だとすると、括弧一1と同じようにいかないですね。p の位置が -11。要するに、ここに x1 って入れると、-11 で。p の -1 が3。ここの x に -1 を代入すると3になる。この2つでは、 C と D と D E、答え出ないですよね。困ったというわけですいいですかつまりこの1番と2番この2つのヒントを駆使するだけではこの問題は戦えないということになるわけです。そこでどうするかという発想の転換が必要になるわけです。最初に先生はこう言ったの覚えてますか px x を x 1 x であるそれは2つのヒントを表している1つ目は px はこう表現できるというヒントと2つ目は p の1が1 1だというヒントこの2つのヒントがあるんだよとこう言いましたねで1つ目のヒントは役に立たないと思う人が多いんですが実は今回の問題はこれが役に立つんですねそれをちょっと見ていこうと思います すごく当たり前なんですが、px をこれね、px を x+1 の2乗で割った時の余りっていくつでしたっけ ?px を x+1 プラスの2乗で割った時の余りはマイナス x+2 プラスって書いてました。さて、px っていうのは、このピンクで書いた長い式とイコールで結ばれている式ですね。つまり、このピンクで書かれた長い式を。 x 1>, 1の2乗で割り算した時の余りがマイナス x プラス2というわけです。そりゃそうだって感じですよね。さてちょっとこの式見てほしいんですけどね。これを x プラス1の2乗で割るんですね。でその時の余りに注目するんですよね。ここ見てくれます x-1 マイナスかける x プラス1の2乗をかける 9x、9 3 x ここって x プラス1の2乗で割ったらあまり0じゃないですかそりゃそうですよねということはこれ全体を x プラス1の2乗で割った余りっていうのはこの右の3つだけを x プラス1の2乗で割った時の余りと一緒になりますよね だから、この c+dx+e x, 乗プラス x プラス、e、を x+1 の2乗で割ると余りが −x+2 になるということですさてちょっと割り算してみましょうか c+dx+e x, 乗プラス x プラス、e、を x+2x+1 ですかこれで割り算するとまず小には何が立ちますかもちろん cx の2乗というのがあるんですから小には c が立つわけです でその時の余りがどうなるかって話なんですけど書いた通りです。余りはこれ絶対マイナス x プラス2になるんですよね。つまり cx2 乗プラス dx プラス e を x プラス1の2乗で割り算すると小は c で余りはマイナス x プラス2なんですよ。つまりこんないふうに式を書くことができるんですね。この cx2 乗プラス dx プラス e をこう書き換えることができるんです。 x プラス1の2乗で割ると小が c で余りが x プラス x 2とこんなふうに置き換えることができるわけです。これで解けそうですね。では解答の方を作っていきます今 P x x。今 px を x-1x+1 プラス1の2乗で割った時の余りを小を q3x とするとこんなふうに表現することができると。これが今回の問題文のヒントですね。 これが成り立つわけですが今この左辺 px を x+1 乗2乗で割った余りというのは右辺このピンクの長い式を x+1 の2乗で割った時の余りすなわちこの cx+dx+e 乗プラスを x+1 の2乗で割った時の余りと一緒になるということなのでこの cx+dx+e 乗プラスは c。 こここまで先ほど説明した通りです。したがって px っていうのは x-1 の x プラス1の2乗 q3x プラス c カッコ x プラス1の2乗プラスマイナス x プラス2とこんなふうに表現することができますね。というわけであとは c の値が分かればいいということです。 そこで最後の決め手になるものが何かというと P の1ですよね。今両辺に x イコール1を代入してあげます。P の1はここ消えますね。0になります。で、1たす1の2乗 4c プラス1ですか。これが成り立つわけです。ここで一番の出番ですね。P の1が -11 って言ってるんですから 4c プラス1が -11。したがって c イコール -3 と求めることができます。 つまり今回求めたかった cx2 プラス dx プラス e というのはマイナス3カッコ x プラス1の2乗足すカッコ x マイナスマイナス x プラス2とこんなふうに表現できますねこうですかだからこれ計算しますねマイナス3カッコ x プラス1の2乗プラスマイナス x プラス2でこれの計算結果がマイナス 3x2 乗マイナス 7x マイナス1となりますから結局 c イコールマイナス3、d イコールマイナス7、e イコールマイナス1というふうに振り分けることができるわけです。いいでしょうか。つまり今回の問題で覚えておいてほしいことは、x マイナス1の二乗で割った余りがマイナス 5x マイナス6だよと言われたときに、もちろん上の方に上のように書くことができるというヒントが一つ目。そして p の1がマイナス11だと捉えられるというヒントが二つ目。二つのヒントをはらんでいるということです。 一般的に下のヒントの方が簡単ですし使いやすいんですが難しい問題になってくると上のヒントのように表すことができるということがポイントになってくるこれもよくある話だということになるわけですさてとはいうものの括弧1と括弧2は典型的な問題です。 カッコ1とカッコ2はおそらくですが今まで皆さんが持っているやってきた問題集のどこかに必ず載っている問題だと思いますから一度にはねもう半分知識でも解けるかなという問題ですただカッコ3はちょっと考えることになりますねということでカッコ3をどうやって考えればいいのか見ていきましょうカッコ1とカッコ2の使い方をうまく活用するだけということになります縦の直破力っていうのをここで発揮してほしいと思いますいきましょう まずは書かれている条件を数式で表現してみます。こうですかね。px を x-1 の2乗、x プラス1の2乗で割ると、余りが四、えー、次式で割ったわけですからね。余りはもちろん3次以下の式で表せるので、こんな感じです。うん。もちろん p の1が -11 と p の -1 が3、この2つ駆使するだけじゃ絶対できないですよね。分かんない文字4つで。 ヒント2つで解けけるわけないあじゃあこの形とこの形使えるんじゃないかなと思って応用させてみようと思います一気にいきますねこの余りの部分っていうのは x+1 プラスの2乗で割り算すると余りがス x 2になるの分かりますか今一気に飛びましたねちょっとゆっくり見ましょうかいきますよ px を x+1 プラスの2乗で割ると 余りはマイナス x プラス2ですね。いいですか？Px を x プラス1の2乗で割ると余りがマイナス x プラス2ということはピンクの長い式を x プラス1の2乗で割ると余りがマイナス x プラス2です。でも左半分というのは x プラス1の2乗で割り切れることは明らかなので結局はこれを x プラス1の2乗で割ると 余りがマイナス x プラス2ってことですね。というわけでこれを x プラス1の2乗で割り算してみると余りがマイナス x プラス2とこうなるわけです。問題は小なんですがこれって x の2乗プラス 2x プラス1ですから割り算すると先頭に large x が来るのは明らかですよね。ax3 乗を作りたいわけですから x2 乗と ax これを掛け算しなきゃいけない。 だけど、ここに何が来るか分かんないからなないい適当な文字ととしししてていい設定してみました。そういう意味ですね。今言った思考回路ゆっくりもう一度聞きながら自分でしっかり立てれるように頑張ってみてください何度も難しかったことも繰り返していくと自然に表現できるようになってきます初めて聞いた時は難しいなと思っても3回4回復習するとスッと聞けるようになると思いますのでここ頑張ってくださいそううするると、と、同じように考えると px を x-1 の2乗で割ったとき、余りがマイナス 5x-6 です。うん。これを x-1 の2乗で割ると、余りがマイナス 5x-6。これは x-1 の2乗で割り切れるから、この塊を x-1 の2乗で割ると、余りがマイナス 5x-6 か。つまり、壊らせるなって、こう思うわけです。つまり、この。 ax3 プラス B 乗プラス x プラス D をこう表現もできるし下みたいに表現できることもわかるわけですよね。ということはですよこの上のの上式式式と下の式って全く同じ式ですよねだってこの式の正体これですこっちの式の正体これです同じじゃんと。だからこの右側に書いてる式とこちらの右側に書いてる式は全く同じ式ということができそうですね。 ならばイコールでつないで高等式化すればいいというわけです。さてこの上に書いてる式は計算を展開してもらうとちょっとややこしいんですがこんな感じになります。下の式もちょっとややこしいんですが計算を展開してもらうとこんな式になります。あとはね係数を1個ずつ比較していってもらえればラージ a ラージ e ラージ f が求まるので今回の答えにつながりそうだということがわかります。 ここでこの問題が解けたなと判断して回答作りに移っていこうと思うわけですさあそれでは回答最後まで作っていきましょう px を x-1 の2乗 x プラス1の2乗で割った時の小を q4x とすると余りは3次以下の式で表現することができます px を x プラス1の2乗で割った時の余りが x プラス2というわけなので こここのののの余りの部分とというのはこのようはよに書きき換えるるがででわけです同様に px を x 1の2乗で割ったときの余りが5 x 6ですからこの余りの部分というのはこんな風に書き換えることができるということが分かっているわけです。3番と4番余りの式が全く同じ式になっているはずなので34よりちょっと展開長いんですがこんな風になると3番を展開したのが左辺4番を展開したのが右辺です。 これが x についての高等式ですから係数を比較してみると5。あとは連立方程式を解いてもらえれば a と e と f がそれぞれ求まるということになります。さあそれでは a に 2b に5これを代入して黄色の式を展開すれば abcd 全て分かったことになりますね。要するに余りが求まるということです。代入して計算してもらうとこれが答えということになります。 いかがでしょうか2番でやったことがある問題だと感じた人はそれを応用させれば3番は解けるはずですその縦の突破力というところが非常に今回は問われていたんじゃないかなと思います計算も煩雑ですしねですが合っているという自信のある方向性を見つけたならばどんなに計算が複雑でもどんなにたくさんの文字が出てきても突き進むというその勇気 ここれれが南韓大学問題を解いていいてくととときににには、絶対に求められるということになります。何で解けなかったんだろうと復習では思うかもしれませんが何度も復習を繰り返すことによってあこれぐらいの計算の面倒くささこれはクリアしないといけないんだなと自分の心のバーが上がっていきますのでぜひとも何度も復習して次の模試では絶対3番まで解くぞという気持ちでね望んでもらえたらいいんじゃないかと思います。それでは今回はここまでです。以上です。ありがとうございました。